裏、ホクラです。切り返してシュート、左利き、素晴らしいゴールが決まりました。今シーズン初得点、トクラ君。いやー、今のは素晴らしかったですね。見事なナザリトとの連携からトクラが決めました。福岡はまたしても前半の早い時間に先制を許すという苦しい展開。今のプレーです。いや、再三このナザリとトクラというこの関係良かったですからね。まあ、それにしてもこのシュートが素晴らしいですね。はい、さすが昨シーズンの J2 の年間ナンバーワンゴールというトクラです。いや、大きいですよね、この先制点というのは。チームトップの14得点を昨シーズン叩き出したトクラ。一方